よし、じゃあ行こう。前作風間さんがお亡くなりになってると思い出しますか。え、まさかこれ過去作品を踏襲、もう一回見れる感じ。俺は大切な人間を失った。説明するよりこれ見た方が早かったかな。今思えば11年前のあの時から俺たちの運命が決まっていたのかもしれない。俺がまだ登場界の二次団体堂島組にいた頃、俺には説明してくれてた家族と言える仲間が3人いた。一人は同じ孤児院で育った親友、錦山明。ああ、錦。もう一人は孤児だった俺を育ててくれたおやっさん、風間慎太郎。そしてもう一人は子供の頃から愛し続けた女、由美だった。子供の頃から。両親がいなかった俺にとってその3人はこの世で唯一の家族と言える存在だった。だがやっちまった、東上界の大幹部を。俺の目の前には屍になった堂島組長の姿があった。こんなあっさり堂島組長が弓に手を出したことだった。おい、しっかりしろ。錦、弓を連れて逃げろ。お前は行け錦、弓を頼む。桐生は行け。かけがえのない二人を守るため動くな。俺は覚悟を決めた。食事始め。これだいぶ長い、もしかして刑期は10年。もしかしたら別の回にしようかな。服役した俺には組織からの破門状と由美が失踪したという知らせが届けられた。親殺しの汚名、組織から見放された俺は自分を見失いそうになった。だがそんな俺を忘れないでいてくれる人間がいた。おやっさん、風間のおやっさんだった。出所した俺は風間のおやっさんに会うため、そして何よりも服役中の10年間に起こったことを確かめるため神室町へと戻ってきた。そんな俺を待ち受けていたのは直系組長の皆さんがいるこの場で3代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億、盗まれたってのは本当ですか。世良さん、豹変したかつての親友と消えた100億を狙う屈強な男たちだった。ここら辺は全部略されてるね。突如東上界に起こった跡目争い、次第に俺は事件に巻き込まれていく。俺は風間のおやっさんの言葉を信じ、事件と関係するという結構長いけれどの弓を探す。これは動画にしようかしまいか。でもはるかちゃんの説明をするのにこれが一番わかりやすいよね。一人の少女だった。おお、さらに思い出しますか。これは何だろうな、なんかオープニングかなんかに使おうかな。取っておいて後出ししよう。これはなんだかんだ必要だな。少女の名はハルカ。まだ9歳の女の子だった。ハルカは母親を探すためたった一人で町へとやってきていた。単なる偶然の出会いだが、そんな少女と俺には一つの共通点があった。お前どうするんだこれから。私にはお母さんとユミお姉ちゃんだけだから。ユミ？母親を探す少女は俺が探すユミを知っていた。俺はハルカとの運命を感じつつ、彼女と共に事件を追いかけることとなった。お母さんからってこれをくれたの？だがわしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。突如ハルカは100億の鍵を握る少女として組織から追われることとなってしまう。狙われ続ける毎日。俺はハルカを守りながらユミと100億の行方を追った。そろそろ来ると思ってたよ。そんな時俺たちの前に一人の刑事が姿を現す。あ、これ伊達さんって今回いるのかな。伊達誠、元捜査一課刑事。11年前俺を取り調べたことがきっかけで人生を曲げた刑事は、失ったキャリアを取り戻すため捜査の協力を要請してきた。ギリュウ、俺は今3代目の世良の殺しを追ってる。手風。過去の作品ではね、今の世良さんっていう人が会長になるところの話もあります。お事件を追う元極道と現職の刑事。ハルカ、くそ。不思議な縁で組むことになった俺たちの間には次第に友情が生まれ始める。娘さんの件も解決したね。桐生一馬、誘拐の現行犯として誘拐逮捕する。捜査一課課長須藤にマークされた俺たちは行き場を失ってしまう。伊達さん、ああ遅くなって悪かったな。あんたこんなことしたら逃げるぞ桐生。警察との板挟みになった伊達さんは俺たちのために警察を捨てた。これだけ伊達さんの話持ってくるってことは、やっぱり伊達さん今回いるのかな。はい、じゃあこれもまたね、どっかのオープニングに出されてるんだろうけれども、こうやってくると さらに思い出さない。今記事なんだけど、隣のお墓が沢村由美って書いてある。そうか、お母さんを隣に置いのお墓にしたんだね。じゃあさらに思い出す。はい、これはいつの動画に足されているんでしょうか。過去作品の内容でございます。さまざまな人間が立ちはだかった。100億と跡目を狙う登場界の大幹部。いやー、こいつは悪いやつ。やっと会えたな、聞こえる。そしてその島の組の若頭を務める男、真島五郎。よう、キルちゃん、探したで。敵戦の修羅場をくぐり抜けた者たちとの戦いは壮絶を極めようとしていた。そして10年前死んだ堂島宗平の妻弥生。堂島をやったのはお前なのかい。彼女の一言は俺に重くのしかかった。だがそんな俺にも利害を超えた協力者が現れた。ホストクラブスターダストのオーナー和樹、そしてホストの優也、近江連合の寺田。お寺田さん、風間のおやさんに導かれた出会いは俺に勇気を与えてくれた。そして彼との出会いが俺とハルカを事件の真相へと近づけさせた。桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。通称才の花屋。カムロ町の地下に根付く伝説の情報屋。すごっ、出るぞ桐生。セレナの映像だ。花屋の情報を得た俺たちは事件を陰で操る男の存在を知ることとなる。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。登場界から消えた100億、それは一人の政治家が関係していた。神宮恭平。消えた100億はこの男が登場界に預けた資金だった。金を生み出すために登場界を利用し続けていた神宮。100億強奪はそんな神宮から登場界を守ろうとした人間たちによるものだった。その犯人は一馬。金を盗んだのは弓と俺と世良なんだ。ついにたどり着いた事件の真相だが。ハルカ、おやっさん。島野から命がけでハルカを守った風間のおやっさんは、風間さん、おやっさん、事件の全てを俺に告げると遺言状だ。許してくれ風間。お前の親殺したのは、これさっきのシーンですね。俺なんだ。いいんだ、いいんだおやっさん。俺にとっちおやっさんが本当の本当の親父でした。隠し続けていた俺の秘密の過去を明かし、この世を去っていった。まだあるんですね、本当に。さあこれ一体どれだけ先の話のオープニングに使われてるんでしょうか。まだ発売日当日だっていうのに本当にしょうがないな、もう本当に。はい、じゃあまたね、これは次の回のオープニングに使いたいと思います。だいたい1回5分ぐらいか。まあいいでしょう。すべての真相を知った俺は、ハルカと共に100億が眠る地、ミレニアムタワーへと向かった。そこにはユミが待っていた。そしてハルカが探していた母親は、よかったなハルカ、ユミだった。帰りなさいカズマ。親子としての再会だが、そのつかの間の幸せは長くは続かなかった。なんだ、やってきたのは100億を取り戻しに来た神宮恭平だった。神宮は登場界に見切りをつけ、関西の組織近江連合と手を組むことで日本の裏社会と表社会を牛耳る計画を立てていた。神宮は風間のおやっさんの協力者だった近江連合本部長寺田を罠にはめ、俺たちの前へ立ちはだかった。そうだよ。だが何弓。もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。弓の命がけの勇気とおやっさんから受け継いだ意志を胸に、俺は登場界4代目桐生一馬だ。俺たちは神宮を打ち破ることができた。しかし全てが終わったと思われた時、そこに現れたのは。終わったか、これでようやく落ち着けるな錦。10年という時を経て変わってしまった俺たちは錦もね、この10年いろいろあったんですよね。そして錦は錦で辛かったのよ。前回の極みの中にはその錦の方のストーリーもややあるんですね。その親友は最後に俺とハルカを救ってくれた。空から100億が降ってくるわけですから、まさに金の雨が降ったわけですね、この日は。ユミ、風間のおやっさん、ユミ、そして錦山、全ての友を失った俺は生きる希望をなくしていた。ふざけるな、お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。そんな俺を救い出してくれたのは伊達さんとハルカだった。1年で成長しすぎじゃねえ、ハルカ。同じ風間のおやっさんの意志を継ぐ男寺田へと託し、登場会と別れを告げた。そしてハルカと生きていくことを決めた。これが最後のあれですね、エンディングがこれで終わりだったんですね。